実際に、まあ、動画を撮影してみましょうというところで。撮影した動画をですね、YouTube、まあ、ログイン後にこんな風にメニューを表示させまして、アップロード動画をタップ、アップロードへ進んでいただけますか？